お、週7で、よさ、毎日、そうね、1、時間練習している、坂本さん、ピップ直前なのに、俺は伸び悩んでいる、800万体を超えるにはどうすれば、なんだかんだで今800万いったりしても、すぐ下がり、一瞬タッチして、要は上ぶれそうるか、800万で、完全に、いや、いつかこの壁が来るとは思ったよ。 そう毎日練習してこれだもんな。うん。いつかは来るんだな。百万でこれでさ、1000万で壁ならさ、またあーってなるけど、800万で壁じゃん。あんまり変わらんって。いや、それでもよ。も1も一千万。で、これ多分また1000万でもう一個壁来るんだよ、きっと。まあ、来るか。うん。いやー、どうしたもん、ね。これよね、どう早めにやっぱ、その抜けて、うん。まあ、ピップ。そうね。 までで行きたいわけでしょう、うん俺的にはガノンいやーっていうのはないわけでしょ <laughs>、まあ、ガノンはここまで使ってるから、ね、あガノンを貫きたいわけだ、うん、ガノンで行ったらかっこいいじゃんただでさえガノン弱い弱い言われてる中でさ、うん、でこうちょっといろいろ調べてる中でもさ、うん、ガノンでやっててこう1年やってるけどビップに行けねえみたいな人もいたりする中、うんうん、やっぱこうガノン,ガノンでねビップに行くのはかっこいい こいいと思うんだよな。サムネも第8回までガノンで。<laughs> <laughs> 次からホブランとヒカリだったら結構がっくりするしな。<laughs> どういう絵になっちゃうんだろカて <laughs> あれ <laughs> <laughs> クルール拳とかね <laughs>。あれってなるしな。生まれたらやっぱ徹底したいよね。うん、そまあ2年頑張れよっていうコメントあるけど。<laughs> 2年長すぎるだろ。やっぱ本人はね、うん、やっぱ頑張ってるから、うん、やっぱ達成したいわけよな。俺はもう今すぐ行きたいもん。 まあ、<laughs> 熱意はね、うん。一応ね、三つぐらい、僕も。はい。まあ、八百万を超えるための。うん。まあ、対策みたいなのは考えてきたんだけど。おお、聞きたいですね。まあ、とにかく、まずはさうん。 キャラ対策ができないわけよ。そ,そ,れそれ絶対そうなんだよね。うん、僕のウェビーブンブンクラウドが何、うん、で1000万いけてるかって別にクラウドを使いこなしてるわけじゃないわけよ。うん、キャラの対策がテリー時代でできてるからはい、はい、多分何のキャラ使っても800万くらいいくんだよ。後隙とかわかってるし、うん、ここでこの技差し込むとかね。うん、だから単純にもキャラ対策。うん かなと思っている。80キャラ以上いるからさ。10、10人。いまだに知らないキャラとかいるじゃん。うん。一回も戦ってないキャラいっぱいいるよ。一回も戦ってないキャラ来て、一回も戦ってないキャラの強みを押し付けられると、中ちゃん的に何これで終わるよね、一試合。間違いなくい。それは飛びど具キャラだったら直される。のよ、みたいな。うん。そこをなんとかできるだけで落ち着いて戦えるからさ。対策する前にそのキャラもう二度と出てこないからね、その後ね。 そう。一試合二試合やって終わりでしょ、やっぱ。こっちが連戦希望してもな。とするとね、やっぱ覚えられないよ。連戦しないと。で、こういうキャラって、オンラインで当たって、連戦したくても、負け続けたら俺、ポイントがっつり下がるから、連戦もしづらいなっていう、そういうのもね、負け続けてると、その人とどんどん離れてって、もう戦えなくなるしな。やっぱりね、よくあるんだ専用部屋で、対策用の。 あの、格闘キャラ募集とかで、対策専用部屋みたいな。ん。なんなら視聴者で、例えば苦手キャラの、ホム、ヒカ、ホムヒカ、使う人だけ来てくださいとか、マックも苦手なの。マック使う人だけ来てくださいとか、ガオガン使う人だけ来てくださいと。ガノ以外そう。でさ、 じゃあ僕のクラウドとかとテリーと何百戦もやってんのに、いま、うん、だに600万体のクラウドとかテリーに負けてんじゃんみたいな考えも今あるかもしれない、はい、コメントで。はい、でもそれはさ、単純な逆に、うん、その人のそのキャラとやり続けてると、うん、他の人のそのキャラに弱くなる。僕もさ、カツラのクッパとばっかやってて、カツラ以外のクッパに対応できないんだよね。ああ、そっか。 この時にこの動きをしてくるのがカツラだけどそう違う人はみんな違う動きしてくるから、うん、逆にテンパるんだよだから僕のクラウドには勝つけど、うん、600万の別のクラウドに勝てないわけよあわ分かるそれあ坂本ならここでこれ食るんだけどだからいろんな人のそのキャラと戦わないと対策できないわけうん、うん、結論として僕のクラウドとか僕のマリオとばっかやってもあんま意味ないのよ、うん、はいはいそのキャラを覚えなきゃいけないってことだなそう,そう そのキャラのいろんなことを頭に入れながら可能性を入れながら戦わないとう,ーん,うん勝ちも取れないからねそっか坂ちゃんは1万時間だけやってんのえっと6800時間放置してるね <laughs> <そう S 1> スマブラを6800時間やってるからいろんな人のいろんなキャラを戦ってるから知識が膨大なわけだ CPU はダメなのってやけど話にならない CPU C はダメあの本当は話にならないただのプログラムで動いてるだけだから <laughs> そう。相手にならないまず。あま、定石知らないから、CPU は。対戦の役には立たないね。どのゲームでも。復帰とかも単調だからね、NPC は。うん。簡単に枯れちゃうしな。うん。わ募集部屋を建ててやるぐらいかな。あこれでもちょっといいな。じゃないか。ただポイント関係ないから、もう連戦して負けまくっても、勉強はできるわけじゃん。そうだよ。ね。募集部屋建てるのが一番いいんじゃない うん、ガノーは。とりあえず一番苦手なやつのそうね。ガオガエンだけ来いとか、ね。ガオガエンそんなやんか。俺マジガオガエン勝てた見込みないんだよな。<laughs> 勝ってるよ。たまにその。たまにでしょ。うん。勝ってる、<然>勝ってる。いやだ、家で練習してる時とかの、うん、そのオンラインでのガオガエン戦が、もう、8割負けなんだよ俺。ほんとうん。横火がまず避けれない。ああ、そう、なんとか、 ややっぱやり慣れるしかないよね<う>怖がらないようにすると言いますか、うん、苦手意識があったままいくと大体負けちゃうしから心意気で負けちゃうしな攻めがおろそかになってね、うん、結果ボーグルも下がるんだよなこっちのキャラタだわ、うん、一番は、うん